2月2日に奈良発のスター起業家を育成する奈良スタープロジェクトの成果発表会を開催しました。奈良市では新たな産業を生み出す成長志向の起業家、スター起業家の育成と、成長したスター起業家が新たな起業家を育成する環境整備を進めています。成果発表会ではスター起業家の候補生によるスピーチや事業構想の発表が行われました。すでに、事業家、起業家として成功されている方々のご経験を奈良の次のスターを育てていこうという取り組みに対しまして、ご支援を賜っているところでございます。ご了承申し上げます。いろんな方のお話が聞けて、自分自身すごく刺激をいただきました。やっぱり燃えるようなパッションというか思いというのがあったので、まずそこが大事だなというような聞きながら思いました。こう地域のために貢献できるようにしていきたいなと思います。僕はですね、今奈良の方でクラフトビールの醸造所をやっているんですけれども、やっぱり僕自身ですね、その事業を今後進めていくにあたってどう進めていくべきなのかというのをすごく悩んでたんですね。このスタープロジェクトに参加できたことで、あ、こう進めていくべきなんだっていうのをすごく自分のことを深く深く掘り進めていただけるので、そこから自分の答えというものを見つけ出すことができましたから、そういう意味では本当に参加できてよかったなと思っています。奈良スタープロジェクトに関心を持たれた起業家、経営者の方は産業政策課までお問い合わせください。ありがとうございました。参加いただいた皆さん、ありがとうございました。